はいこんにちはヒカリですえでは今回はまだネットが怪しいと思っているのということについて話をしていきますえ具体的にはネットで稼ぐということがまだ怪しいと思っているのということについて話をしていきますえ今回なぜこのような動画を撮ろうかと思ったかというと今私はネットをフル活用して収益化ということを図っているんですけどつい1年ほど前まではまあ、このようにネットって超怪しいじゃんと思っていたんですね だっってぶっちゃけ超怪しいですよねインスタ広告とかフェイスブック広告とか YouTube 広告とかいろんな広告でなんか1日10分で稼げますみたいなワンクリックでいくらいくら稼げますみたいなああいった古代広告があることによってネットっていうものをしっかり学び始めたことによってもう得られるものがもうとんでもなく大きかったんですね。 まず学べることが非常に多くあるので私自身のスキルっていうものもつきますしえ自由に使える時間ができて経済的にも良くなりましたえつまりですねネットのおかげで比べ物にならないくらい私の人生っていうのが良くなったのでえ今回この動画を撮ろうと思いましたで早速ですねまずネットが怪しいと思っている方っていうのはそもそもネットを信用していない っていうことがあるんですね、まあ、もっと言うとネットの力を分かっていないんですねでこれはですね世界に目を向けて欲しいんですけど、えー、Amazon とか Google、Netflix っていう会社がありますねでこれらの会社っていうのは、えー、ネットを中心に、えー、回している企業です、えー、逆を言うとネットがなければまあ、ここまでですね世界を代表する会社にはならなかった、えー、会社たちなんですねで日本を代表する 会社の一つに、まあ、トヨタという会社がありますけど。トヨタっていう会社は創業から八十年とか九十年かけて、日本を代表する会社になったんですけど。まあ、それに対して、こういったアマゾン、グーグル、ネットフリックス、すべてアメリカ発の会社ですけど。二十年とかそこらで、世界を代表する会社になったんですね。で、今、もう世界を牛耳りまくってますよね。え、なので、これからはですね、ネットを使えないとやばいんですね。 ついちょっと前までは、まあ、イオンっていうまあ大手の小売店が、えー、昔ながらにある商店街っていうのをもうどん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 潰していきましたけども今じゃあそのイオンが、えー、イオンを脅かす存在となっているのが、まあ、こういったアマゾンとかの会社なんですよね。えー、なのでまずはですねこののネットの力を理解しましまょうこれからはネットが使えないと本当にやばいで揃ろびていきます。 で、一番もったいないのがですね、えー、興味あるのに、なんかネットってちょっと怪しそうだからやらないっていうのはですね、まあ、この興味あるのにやらないっていうのがもう超もったいないんですね。えだってもう稼げるとか以前に、ネットの発展によって私たちの生活っていうのは便利になりますよね。もう世界中どこにいても、えもう誰とでもやり取りができたりだとか、あとはシェアリングエコノミーっていう言葉も確立しました。 えシェアリングエコノミーっていうのはウーバーイーツとか、えー、シェアリングサイクルとかあとはエアビービーとかもああいったものがシェアリングエコノミーっていうものですけどこういったものはインターネットが後押ししたんですねインターネットっていうものはレバレッジをかけられますレレバレッジっていうのはてこ、まあの力だが何とかありますけど、まあ、つまり1の力を、えー、10にも100にもできるっていうのがこのレバレッジの力なんですね。 で、このインターネットのレバレッジの力によってえ価値提供がしやすくなったんですね。えなので、まあ、ビジネスとか事業者にとってはもうこれはかなりメ,メリット中のメリットなわけですね価値提供がしやすくなったっていうのはで、故にえになったったていうことななんですね。えなのでえこのネットっていうものをちゃんとですね学んでやっていけばちゃんと 稼げるのでこの興味あるのにやらないっていうのはもう超もったいないんですねで、ただですねこれはしょうがないと思っていますネットが怪しいと思ってしまうのはこの冒頭にの,げのび述べたように、えー、詐欺みたいなのもあります1日10分で30万稼げますとかおばあちゃんでもワンクリックで100万稼げますみたいなまあ、こういったのはもう全て詐欺なんですけどまあ、こういったことがあるので なんか詐欺っぽいなとかネットって怪しいよなって思ってしまうのはもうしょうがないことなんですねであとはなんか怪しい DM もありますよねなんかインスタとかツイッターでもなんかいきなり長文の自己紹介来てなんか勝手になんか長文のなんかダラダラって書かれてで最後に勧誘されるみたいなまあ、こういったものがあるのであのネットが怪しいって思ってしまうのはしょうがないと思いますまあ、ただですねまあ、そんな中でも、えー、なんか 興味があってポイントサイトに登録してみようとかまあ、転売ちょっとやってみようかなって思う方いますけどもまあ、こういった行動力っていうのは素晴らしいと思うんですね。まあ、これだけネットがなんか怪しいとかネットって大丈夫なの？とか危なくないみたいな言われている中。でもえー、なんか登録してみようかなとか転売やってみようかな。とかまあ、こういった姿勢ってもうかなりえ、この行動力でっていうのは素晴らしいと思うんですね。 なんかこれから10万とか30万50万100万とか稼ぐ中でも、まあ、一番です、ね、この最初の一歩っていうのはでかいですからこの行動力っていうのは素晴らしいと思います、まあ、けどですねこういったポイントサイトも転売もいろいろネットで稼げるものっていうのはありますけどこういったものは一生作業が必要になるんですね。まあ、ポイントサイトであれば、まあ、ずっとポチ,ポチ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 してても、まあ、自由な時間は得られないんですよね。あとはまあ転売 だったら、まあ、仕入れも必要になるわ市場調査も必要になるし、えー、梱包とか発送作業っていうのも必要になりますえなので一生作業一生労働しなければいけないのでまあ,あの一生ですねその自由な時間と、まあ、お金っていうのはなかなか得られにくいんですね。でさらにですねこの資産に残らないっていうのもかなり重要です。まあ、転売とかポイントサイトをやっていてもなんか残るものってないですよね。 ななのでえ、せっかくやるならえ、ブログががおおすすすすすす。めめなんででね。ブログがおすすめですブロロググっていうのは書いた記事はまず全て資産になりますよね全て残りますよねでそれがえ人を集客するものになったりだとかえそれがえ収益につながるものになりますのでえ資産になることなんですねえなのでブログがおすすめですでただですね結構このブログってなめられがちなんですけどブログってなんか稼げんのみたいな。 ちょっと舐められれがしなんですけけどえ知識をつければえマーケティング力っていうのがつきますえマーケティングっていうのは、まあ、あの売り上げを最大限に、まあ、効率的に最大限にすることなんですけど、まあ、こうやって人を集客する力だとかえ販売をする力っていうのがつきますので、えーまあ、かなりこのブログによって得られるものっていうのは大きいんですね。 えー、ただただじゃないなのでこのブログで終わらずに、えー、こういったスキルがつくことによってコンサルすする力もつくんですねなんか居酒屋とか、えー、美容院だとか、まあ、中小企業とかっていうのはネットを使ったマーケティングができていない会社っていうのは非常に多いので、まあ、こういったところを、まあ、オフラインですねオフラインの事、えー、業をされている方にコンサルする力もつくんですね。 えなのでえ最初に述べたようにもももうう得られるるのがもう多すすぎるんですねえなので今回はまあネットが怪しいと思っている方について話をしてきましたけど是非ですねこのネットってなんか怪しいんじゃないっていうことをちょっとブロックを壊してもらって「ネットってすごい力あるものなんだな」とかで是非、えっと、ですねあの一歩踏み出してほしいんですね。 まずはなんかモヤモヤしている状態、くすぶっている状態であればブログを解説することをお勧めします。で、私のブログで、えー、ブログの解説の仕方っていうのを超わかりやすく話をしているので、まあ、そういったのを、えー、見てください。で、具体的な収益化の仕方についてはメルマガに登録してもらえばそこで発信をしているので、ぜひですね今回この動画をきっかけに一歩踏み出してもらって、えー、人生をより良くしても、えー、していってもらえばと思います。 はいではありがとうございました。